綺麗な黒髪だ。どうも。あ、そんなことよりお前、この髪長すぎやしねえか。立体軌道の訓練で事故になるかもしれんぞ。だってお前何食いたんだよ。人との信頼だ。明日は朝から巨人についての講義があるから早く寝る準備しないと。 体は極端に高温で難解なことに人間以外の生物に一切の関心を示さない。手の部分を狙う。巨人はここを大きく破損すると。骨を歩くのもいい方法じゃないかな。なるほど。よし、全部試してみるよ。みんなありがとう。<笑>お前ならできるよ。修練に励め。やった。<笑>やった。<笑><笑>何をやっている。
Sure.